コパリベルタドーレス1981は22回目のコパリベルタドーレスである。フラメンゴがコブレロアを決勝で下し、初優勝を飾った。1980年大会優勝のナショナルは第2ラウンドからの出場。アトレチコミネーロ V、フラメンゴセロポルテーニョ V オリンピアフラメンゴ、V セロポルテーニョオリンピア V アトレチコミネーロセロ。 ポルテーニョブイアトレチコミネーロフラメンゴブイオリンピアアトレチコミネーロブイオリンピアアトレチコミネーロブイセロポルテーニョフラメンゴブイアトレチコミネーロオリンピアブイセロポルテーニョセロポルテーニョブイフラメンゴオリンピアブイフラメンゴデポルティーボカリブイフラメンゴホルヘウィルステルマンブイフラメンゴデポルティーボカリブイホルヘウィルステルマンフラメンゴイポルテーボカリステルマンフラメンゴブイデポルティボカリデポルティボカリブイホルヘウィルステルマン フラメンゴ V ホルヘウィルステルマンフラメンゴ V コブレロア、コブレロア V フラメンゴフラメンゴ V コブレロア、ありがとうございます。